マタベリ国際空港は、チリのイースター島にある国際空港。イースター島唯一の国際空港で、イースター島内最大の都市のハンガロア市内に隣接している。1965年に共用開始され、1967年に、ラン航空がサンティアゴトンの定期直行便の運航を開始して以来、イースター島の空の玄関として運営されている。また、同空港は、 一番近いた空港までの距離が世界で最も長い空港としても知られている。平屋建ての空港ターミナルビルに2つの中型機用スポットと2つの小型機用スポットがあるが、ボーディングブリッジは用意されていない。乗り入れる航空会社もラタム、チリのみで空港の施設も小さいが、南アメリカ最長クラスとなる3318メートルの滑走路を持つ。 これは、発着便のすべてが遠距離便になり、かつ、太平洋上を飛行するため、ジェット燃料を大量に積む必要があることや、かつて、アメリカ航空宇宙局が運用していた、スペースシャトルの緊急着陸場として使われることが、想定されていたことに由来する。イースター島の最大の都市であるハンガロアに隣接して、設けられており、市内中心地とは、 定期便に合わせて運行されるバスやタクシーで結ばれている。a i r l i n e r s n e t ワールズモーストリモートエアポート。2011年9月20日閲覧。ありがとうございます。